もちょっと今日はコンディションがすごい難しくて、ドライだともっとスピード感上げて楽しめると思うんですけど、コンディション的にはなかなか難しい感じ。目線をできるだけ遠くを見るっていうのをポイントで、それって街中の運転も一緒なんですけど、怖かったり力が入っちゃってこうすぐ目の前の車とかすぐ目の前の走ってるコーナーだけを見てると、例えば車が滑った時のカウンターだったり、そういう操作が全部遅くなっちゃってどんどん後手後手になっていっちゃうんで、目線をすごい遠くにすることで自分が走りたいラインはここだから、ステアリングをここから切っていこうとか、なんか挙動が乱れてもこう余裕を持ってコントロールできるとかっていうのを多分ポイントで、その前の信号が赤になれば、多分この前の車もブレーキを踏むんだろうっていう予想ができて、無駄にアクセル踏むことなく自分が早めに減速できたりするんですけど、目の前しか見てないとどうしてもその車の後にしか行動ができないんで、で急ブレーキだったり急ハンドルで事故のこうリスクが増えるので、そういう部分っていうのはさっき走るのでも街中走るのでも共通してこう言える部分なんで、そこら辺をちょっと伝えてあげたらなと思ってます。もう一度行きます。朝結構走り始めコンディションがまだ濡れてたりで難しいコンディションだったんですけど、そこからまあ徐々にこう変わっていく中で、お客さんもこうご自身の車を運転したりして、その車の持ってるポテンシャルというか、そういうのを少しずつ体感してもらってて、で最後まあその全員ではないにしろタクシーで僕らが乗らせてもらって、サーキットで思いっきり走れればこれぐらいこうこの車のポテンシャルは高いんだなっていうのを多分感じてもらえたと思うんで、まあ今日一日通してまあそれが徐々に味わってもらえたのはすごい良かったんじゃないのかなと思います。今はプロのレーシングドライバーですけど、ゴーカートとかやってたわけじゃなくて、漫画をきっかけにレースを始めたっていうのがあって、っていうきっかけで僕みたいにプロを目指す子がいるのであれば、こういうイベントでまあレーシングカーじゃないにしろ横に乗ったり、こうインパクトが残ったり自分の中で記憶が残ると、そういうのをきっかけに自分のこう夢をなんですかね、目標とする部分にこうなんか一つのポイントにはなると思うので、記憶に残って何かのタイミングで、まあこれがドライバーじゃなくてもメカニックになろうとか、車に携わる仕事がしたいなっていうふうに思ってもらえると僕らとしてはすごい嬉しいです。やっぱ自分のマイカー愛車なんで、それをこうサーキットで思う存分走らせるっていうのはこうなかなか普段できないと思うんで、笑顔でなんかこう降りてもすごく楽しそうだなっていうのがちょっとこう見てて印象的でした。車を操る楽しさをこうやってこういうイベントでやるこう意味っていうのがすごくあると思うので、車を買っていじったりとにかく触ったり携わることの楽しさっていうのが今後もっともっと、いろんな方に知っていただきながらこう車業界が盛り上がればいいなと思います。実際アクセルをこう全開で踏んでみたりとか、コースの G ですね、カーブを曲がった時の車の動き方とかを僕らは同乗してこう体感させてあげることで、車のポテンシャルの高さとか、楽しさをこう教えられるかなっていう楽しさはありました。こうびっくりしたリアクションというか、まずアクセルの加速から、ブレーキを踏んだ時の減速 G で、ハンドルを切った時の横 G でこう体がこう横に傾く感じがすごいこうやっぱりびっくりされていて、こんなにブレーキっていけるんだとか、そういう反応はされてました。まあ本当車ってどの車に乗ってもそれぞれいいところが絶対にあるので、そこを生かすような、走りだったりとか、ドレスアップだったりとかを楽しんで、ご自身が、無理のない範囲で、喜べるような車作りっていうのを、していったらすごい楽しい車ライフになるかなって思います。ここまでの
台数が揃うことはなかなかない大きなイベントだと思うんですけど、まあ、皆さん本当にルールを守って楽しく走られたと思うので素晴らしい走行会だなというふうに思います。本当に今最近EV だったり内燃機関がどんどん少なくなるような世界に突入しそうですけども、まあ、我々レーシングドライバーはやっぱこのエンジン音だったり、タイヤのスキール音っていうところに魅力を感じて楽しんで走っていますので、とにかく車業界がいろんな部分で盛り上がっていけるように僕自身も頑張りたいと思いますし、僕も柳川市の観光大使をやってる中でもっと九州にこういったモータースポーツを根付けていけるようにレースで結果を出しながら、こういった触れ合えるイベントを、トヨペットの皆さんに開催してもらったりして、そこで我々も参加して盛り上げていければと思います。